11月21日、3000人収容の日比谷野外音楽堂を大きく上回る1万人の人たちが秘密保護法反対の声を上げました。原発問題一つとっても今だって情報が隠されてると思うけども、それ以上に秘密が増えて、戦争のできる国にするためにはね、国民の基本的人権なんかその国益の下であるというね、日本の今の憲法とは逆転した考え方、これは絶対許せませんよね。何よりももう早すぎますよね。いろんな問題があるのに、もうとにかく決めようっていうあのやり方からしてか腹が立つし、何が秘密かもわからないですからね、普通になんか会話してたことがそれに引っかかって罪に問われたりとか、そういうことだって恐れがあるし、日常やっぱり業務上さまざまな情報に触れ合う、 それのどれが秘密になるのかもわからない。だからその当事者だけじゃなくて家族だとか友人だとか、そういったものにも及ぶ話になるんだろうというふうに思うので、もう本当にやめてほしいですよね。安倍首相の言う戦後レジームからの脱却って結局こういうことなのかなと、戦前に戻ること、戦前回帰することなのかなと、それがもう顕在化してきた感じがしてます。だからもうでもただ逆に言えば、向こう安倍さんの側ももうすごい拙速に進めてるってことは、もう逆に追い込まれてる部分もあると思うので、だからこそなんか今こういう市民運動っていうのがすごく大切なのかなと。で、市民運動そのものを弾圧するあの制度でもあると思うので、そういう危機感を感じてます。党派を超えて現代の治安維持法とも言うべき、この悪法を何としても葬り去ろうという熱気が日比谷公園から溢れ出ています。みんなの党や維新の会との間でまとめられた修正案、ふざけるなというふうに言いたいと思います。首相を第三者機関にする、ふざけるんじゃありませんよ。現案より悪くなってる、60年なんてふざけてますよ。ここに来てる人で何人の人が60年後に来ていられるんですか。60年後には115歳になるわけであります。その子供たち、多くの人たちが生きていく時代を、暗い時代にはしてはならない。何が秘密かも秘密であります。現場事故は心配だ。写真を撮ってブログに載せた。米軍基地被害が深刻だ。写真を撮ってブログに載せた。ある日突然警察がやってきて逮捕される。これでは新しい治安維持法そのものではありませんか。国家の情報は国民のものです。そのことを改めて確認したいと思います。この原則に照らせばいくら修正をしてもこの法案の危険性、問題は変わりません。元気があれば秘密保護も止められる。こっからどうやっていくか僕たちよく話し合って考えなきゃいけないんですって言ってたら、これ煽動ってことになるんですかね、凶暴ってことになるんですかね。恐ろしいですね。民主党、共産党、社民党など30名を超える国会議員が駆けつけました。どこまで民主主義をバカにして、どこまで一人一人の市民をバカにするこの政権なんでしょうか。戦争は秘密から始まります。私たちは憲法の国民主権、平和主義、基本的人権の保障という三大原理を否定し、戦争を準備する秘密保護法案の制定に反対します。反対の世論は急速に高まっています。集会の前日20日には田原総一郎さんらマスコミ陣も反対を表明しています。今日の集会も多くのマスコミが取材し注目を集めています。集会の後、参加者は国会に向けてデモ行進し、力強くシュプレヒコールを繰り返しました。
国会請願は3時間近く続きました。こんな無法理不尽な法律は現代社会に決してあってはなりません。みんなの力でこの国会で必ず廃案にしましょう。国会議員と共に戦うぞ。